まあ、PDC ウーマン、見てますけど、はい。一つだけ言えることは、日本選手人気出ると思います。はい。はい。いろいろ言いません。日本選手、めちゃめちゃ人気出ると思います。はい。頑張ってほしいですね。あ、いいですよ。抜いてようござんす。もう僕は語りません。日本選手、必ず僕は人気出ると思いますね。世界のダーツシーンを僕は、日本のウーマン選手はこう席巻できる可能性があると思いますので、ぜひスティールダーツ頑張ってほしいですね。今のところ、そのツアーカードとかも必要ないんでね。はい、ちょっと出てほしいですね、大城選手とか、坂口選手ね、出てましたが、はい、いろいろ言いません、めちゃめちゃ人気出る選手、いいと思いますよ。はい、ということで、140、ビッグラン。あ、そうなんですか、坂口選手、すでにそこそこ人気になってるんですね。いやいや、いろいろ言いません。本当に人気出ると思う。はい。もうこれ以上言わせないでください。さあ、ロースコアですね。114の後のロースコア。まあ、坂口選手、もう狙いますからね。そして、140、前田選手も腕の振りが素晴らしいと思ったら、さあ85取ってます。320から。277残りに対して250。さあ、ここ上がり目出したいですね。100取って150。サイドで185ですね。これ18いってほしいですね。ああ、ブルーいってですね。そうですね。さすがです。ブルーでも上がり目出せますが、さすがな感じですね。いや、でも前田選手、20絡みますね。さあ、135残り。さあ、ブルから。15からいきましたね。19からいったんですね。そしてもう1本。213残り。サイドからの78の、まあ、そのままいいんですけどね、18いって整えるのもあり。158残りに対して78残り。さあ、ここ18から。54入れば12ダブル。シングルだと、おっと、これ16ですね。16トリプル。そして、決まらず。158残り。18で整えてもいい。ナイスアレンジ。18で整えてきました。さあ、43残り。坂口選手は11からだと思いますけどね。アレンジからの残留っていうところですよね。
さあ100残り、あっと19トリプル、あっと18トリプル、ブルいった。いやこれブル18ですね、インナーでトップっていう数字ですね。さあ10残2です。16ダブル合ってますけどね、近い。そして8ダブル、決まった。決まってない。何が起きた？え？シングル？え？シングル反応はめったに起きないですけどね。どうしたんだろう。さあ65残り、さあブル15、ブルからいく、アレンジからの20ダブル、いやー狙えてますね前田選手、なかなかうまいっす。1本目、坂口選手がまずは先行のゲームをキープ。そして前田選手先行のゲーム、いいキープ。こういうスタートって大事ですよね。前田選手、これ前田選手申し訳ないですけど、ジャパンなのかパーフェクトなのかちょっと分かりませんけど、こうスティールダーツなんか慣れてる感じしますね。なんかこう試合が運びがうまい感じしますね。さあカバーしてきました、ナイスコア。あ、一般女性のプロじゃないって感じなんで、やーワンフォーティー、ナイスアレンジ273。さあこれ273、1投目60入れてくると上がり目出せる感じになるんですけど、まあでもうまいですね。さあ19にスイッチして214残りに対して354残り、ここは大きく削りたい局面。いやーここもいいキープ、214残り。さあ193で、ここは
ね、部類いっても今ですねそのままですね18にいってほしかったんですけどね。さあ274残り。253に対して136残り。さあ20。もう一本。もう一本。253残り。100取って153。そういう数字が欲しい。96残り。20から。あ、16いくんですね。さあ75、カモン。ハイネケン、レッドブル。アレンジまで。さあ193残り。173からの次の一投で上がり目がトリプル絡む。そして113残り、まあ、そのままいいんでしょうけどね。19いってもいいし。さあ99取っての94残り。さあ前田選手20ダブル1投目、うまいな。さあ1投目でしっかり決めてきました。さあここもロースコアですね。大事にね行きたいですね。お互いこの出だし大事に、出だし大事。トリプルナイスコア。さあ419ですね。ここ坂口選手、坂口選手もねこう60あくまでもね狙ってる感じしますけど、いい、このこの辺ですね。この辺、やっぱロースコアがね生まれやすいパターンとしてはこうやっぱり20トリプルを狙いすぎてのロースコアっていうのが良くないですよね。ここも3投ともねやっぱりこう狙ってますよね。局面打開っていうのは分かるんですけどね。急がば回れ。そうですね、1投目から丁寧にナイスグルーピングで100取って291残り。さあサイドからこの上と下の間ぐらい、ああ狙えてる、ナイスキープです。さあ20トリプルがあっ
ってきたのか坂口幸恵選手。落下ですね。アンラッキー落下。さあ296残り。ここも焦んなくていいと思いますけどね。よいよいよいよ60狙えてます。そしてもう一本。さあ粘り強く戦ってる前田選手。トリプルから上がり目をまず出す。そして131からサイドで116ナイススコア。215残り前田若菜選手。195、そして175でもう1本19いってもいいと思います。155ナイスキープ。116、まあ、20-19ってとこですけど、19からいく。するともう1本19、そして18に戻るんじゃなくて18。いやーナイスアレンジ。ここはいいアレンジですね。155残り。さあもう一本。19、20、15に行って、整えた形ですね。アレンジからの20ダブル。ここはきっちり20ラインをしっかりアレンジして10ダブル。決まったー。卒のないね、無駄のない試合運び。坂口選手25ダーツ24ダーツでナイスダーツ、ベスト32進出です。